あ、コメント全然来ないと思ってたらさ、コメントのやつつけてなかった。おはようございます。皆さん、昨日レッスンとかしてて全然言えなかったんですけれども、握手会の完売ありがとうございます。ありがとう。と岡山県の6時間目がまだ購入していただけるので、皆さんよろしくお願いします。嬉しい。ありがとうございます。本当にありがたい。あった。今日はちょっとマッサージをしながら配信します。今日もすごいいろいろあるので頑張ります。あ、そう、 LINE ライブにも出演させていただきます。ソロコンは順調、順調です。昨日はソロコンのレッスンがいっぱいあって、とっても順調。今日もソロコンのレッスンがあったり、単独コンのレッスンがあったり、 LINE ライブだったりなので頑張ります。頭ごちゃごちゃなりそう。でもなんかもう楽しみすぎて、なんかもう楽しみって感覚しかない。本当に楽しみ、なんかもうソロコン楽しみすぎてやばい 楽しみすぎる。なんかソロコンのレッスンしてるときはすごい、一回一回がすごい長いんですけど、でもすごいなんか楽しみすぎるし、こんな曲をできるなんてっていう嬉しさで、なんかずっとワクワクしてる。
今日は10分早め、今日はちょっと早めに出なきゃなので7時40分に終わります。顔がすごい疲れてる。いかんばい。でも昨日は蒸気でホットアイマスクを久しぶりにしました。なんか気持ち的にはすごい元気だし楽しいしルンルンなんだけど、ただ肩こりがもうすごい肩コリコリって感じ。すごい黒い服じゃけんあれですね、すごい真っ白になっちゃん。昨日はバナバさん、そう、これいっぱい着てるパーカーだし、寒くなったら羽織る、暑くなったの、まあ暑くならないんですけど、昨日ジェラピケの会社テレビで放送されてた。すごい。じゃあもし就職とかするならジェラピケの会社とかがいいな。かっこいい、なんかかっこいいというかなんか素敵ですよね。ジェラピケの石田ですみたいな。ジェラピケを担当しております石田です、ブルーガチャ、ジェラピケ担当の石田です、言いたい。会社で仕事中にヨガ教室行けるらしい。どういうこと、どういう会社なの、すごいですね。いいです、素敵ですね、そういうの。じゃあもうヨガしてみたい。
きいね、今日の顔一緒ね。男の子っぽいですか今日。あんま言われんか。男装とかしてみたい。今日風強いですね。いやー風。でもダンス絶対似合わんと思う。春の嵐。あ、寒くないけどみたいな。めっちゃ風強い本当に。普段こんなカタカタしないのに。そうなのですね。首都大橋風で通行止めらしい。そりゃ、そんなあれだったんですね今日は。皆さん気をつけてくださいね。ガンマッサージすると目が覚めますからね。すごい大変。顔覚める、顔覚めるじゃない、目覚める。ちょっとだけストレートアイロンを使って髪の毛をストレートにしたいと思います。ちょうちゃん船で配信じゃない？あ、LINE ライブ？そういえば LINE ライブの場所知らないよ。船かな？違う場所かな？知らない。名古屋カープさん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年にしましょう。4時37分ということで、それではそろそろお礼をしていきたいと思います。20位ふうくろさん、19位のりふみさん、18位さつまの妹さん、17位オランゲランナさん、16位しろのさん、15位大木奈々さん、14位六甲のみっちんさん、13位ゆぴぞうさん、12位まさとまさん、11位としさん、10位おいでます元気さん、9位まる特派員さん、8位みっくさん、7位よすいえさん、レッキンセブン、6位マサさん、5位宮崎マンゴーさん、4位エリオルマルさん、3位クロさん。変わっちゃった。でも今日はちょっと時間がないのでこのままいきます、すみません。2位ヨスイエさん、2
そして第1位は、電化解散、イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みです。皆さん今日は来てくださってありがとうございましたね。本当に今日も一日頑張りましょう。握手会のやつも本当に本当にありがとうございます。それではそろそろ終わりたいと思います。終わります。3、2、1、バイバーイ、ありがとうございました。イエイ。